元気印、アツオなどの愛称で親しまれる松田宣浩選手。長きにわたりソフトバンクで活躍し、チームの中心選手としてプレーしました。しかし、若手の台頭により出場機会が減少し、ついに2022年シーズンのオフに戦力外通告を受けました。そんな松田選手に声をかけたのは、球界の名手、巨人。なぜ巨人は大ベテランの松田選手を獲得したのでしょうか。今回は賛否両論の松田選手の巨人入りについてまとめました。松田宣浩の巨人入りに否定的な意見。来年で40歳、プロ18年目のシーズンを迎える松田選手。長年常勝軍団ソフトバンクでサードのレギュラーとして活躍してきました。そのプレーの特徴はスピードと躍動感。勝負強い打撃でチャンスをものにしてチームに流れをもたらすのはもちろん、サードとしての守備も超一流。これまでゴールデングラブ賞を8度も受賞しています。また、ホームランを打った後に右拳を突き上げて、熱男と絶叫すると、スタジアム全体の空気が一変し、一気にソフトバンクに流れが傾く不思議な力があります。こうしたパフォーマンスだけではなく、松田選手の存在感はベンチにいても絶大でした。誰よりも声を出すことでチームを鼓舞し、良いムードを作り続ける能力にも長けています。しかしここ数年は衰えが否定しきれない状況となっています。2020年に足掛け7年にわたって続けてきた連続試合出場が815で途切れると、そこから徐々にベンチを温める日も増えていきます。この間、戦力が充実しているソフトバンクでは、若手の内野手が台頭し、松田選手の立ち位置はどんどん厳しいものとなっていったのです。2022年はプロ入り後、最少の43試合の出場にとどまり、わずか20安打に終わってしまいました。こうした状況で、ソフトバンクから戦力外通告を言い渡された松田選手に、巨人はオファーを出したのです。このオファーに、当然ながら多くの否定的な意見が寄せられています。巨人の OB であり、西武では監督も務めるなど、指導者としても経験豊富な井原春樹氏は、松田選手の獲得について、どう考えても意図がつかみきれない、と疑問を呈しました。ここ3年、打撃成績は下降している。今シーズンは43試合と出場数は激減し、打率2割4厘、本塁打はゼロに終わっていた。松田は、1、2、3で飛び出していくバッティングとでも言うのか、癖のある打撃スタイルだ。若い頃はそれで結果を出していたが、年齢を重ねてきた今、それでは外の甘いボールしか打てない。内角に速いボールを投げられるとお手上げで、そこのコースを狙おうとすると、外のボールゾーンに変化するスライダーを投げられて、簡単に打ち取られてしまう。純粋に戦力としてチームの力となってくれるか、クエスチョンマークがつくのは仕方がない。さらに、松田選手の野球への取り組みを評価しつつも、それ以上に若手中堅の出場機会を奪ってしまうことがチームの未来を考えるとマイナス方向に左右してしまうと思う、と分析。やはりベテラン選手が加入することによって伸び盛りの若手や中堅選手の出番が減り、中長期的なチームのビジョンが描きにくいと厳しい評価を下していました。また、井原氏は松田選手の獲得がチームの補強ポイントに合致しているかどうかにも疑問符がつくと語りました。今季の巨人はスタメンにスピードのある選手が少なく、打線が重い。足を使って局面を打開することができず、打者が打つことだけを待っている攻撃に終始し、それが苦戦につながったのは間違いない。そんな時に松原のような打者が必要だったし、たとえ調子が悪くても腹をくくって試合に出してさらなる成長を促していくべきだっただろう。すでにスピードに衰えがある松田選手は現在の巨人の打線のウィークポイントを解消できるような存在ではなく、むしろ外野手で伸び盛りの松原聖也選手のようなスピードのある選手にチャンスを与えるべきではないかと指摘したのでした。松田宣浩の巨人入りに肯定的な意見。こうした否定的な意見がある一方で、松田選手の加入に対して期待を寄せるコメントも多くあります。まずは今シーズンからついに巨人の一軍打撃チーフコーチに就任するデーブ大久保氏です。かつては西武で打撃コーチ、
楽天イーグルスでは監督を務めるなど、その指導力には球界でも評価の高い大久保氏は松田選手の加入を歓迎。自身の YouTube チャンネルで同じく巨人の一軍作戦兼内野守備コーチの本木大輔氏と共にこう語りました。マッチ来るの大きくない？なんかいろんな意味で。と大久保氏。すると本木氏も賛同します。なんて言ってもジャイアンツにいないタイプで、あれだけのベテランがあれだけ声出して引っ張って。解説やってる時も他球団見に行くじゃないですか。ソフトバンクは元気があるんですよ。しかもベテランがすごい。マッチが来てくれてジャイアンツにいい風を吹かせてほしい。と大きな期待を口にしたのでした。さらに最近低迷しているバッティングについても大久保氏は、俺は実力でいけると思ってるの。マッチは技術的にはヘッドがちょっと寝るだけだから、ちょっと立ってくれたら。あいつどうしてもセンターから右にバーンっていけるから、ヘッド寝かしながら打ってんだけど、どうしても歳とともに差し込まれるようになっちゃってて。だからいけるんじゃないかと思っててさ。と具体的な修正ポイントを挙げて、まだまだ力を発揮することができると断言していました。巨人の首脳陣からもその実力を高く評価されている松田選手。来シーズンから巨人に復帰することになった長野久義選手と共にチームを引っ張る存在になってほしいと期待する関係者が多くいます。まずは現役時代はスピードを生かしたプレーでファンを魅了した高木豊氏です。ベテランだろうが若手だろうが声を出すことは使命だくらいに出すからね。グラウンドに入って元気のない奴は去れみたいなね。動きは若い時よりはかなり悪いよ。でも見せ方だとかそういうのはプロとして見習う面があるよね。と松田選手に対してプロとしての姿勢を若手に見せてほしいと期待を寄せていました。こうしたムードメーカー的な役割を期待しているのは巨人のレジェンドエース江川卓氏も同様です。熱気というものをジャイアンツに入れていくのはいいと思う。こうやったら日本一になれるよ。シーズン乗り切れるぞということを伝えることができる選手。数字以上に心の持ちようを伝えられるんじゃないかな。日本一から遠ざかっている巨人で、かつ経験を伝えられる松田選手の存在は大きいと語りました。さらに、昔で言うと中畑清さんがムードを作ってくれた。よく似たファイトマン。点数を取られても逆転していくムードを作っていける。中畑さんは本当にムードを作ってくれた。そういう役割を松田さんがすると、楽しみですね。現役時代の先輩、中畑清氏を引き合いに出して期待を口にした江川氏。技術的な面では、僕はバッティングでの貢献よりも、守備での貢献の方が大きい気がするけど、守備で7回8回に勝っている時に固めるということも起きているかもね。岡本さんも松田さんの上手なところを習っていけばすごくいいと思いますけどね。と、主砲であり、同じサードのポジションを守る岡本和真選手の成長を促す存在としても期待を寄せていました。最後は、巨人で活躍後にメジャーにも渡った高橋久典氏も松田選手の加入について期待を口にしました。やっぱりあの性格で明るくムードを作ってくれることに関してはすごくいいと思います。どういう存在でジャイアンツに入ってくるのかすごく楽しみ。精神的柱っていうより切り札的な感じじゃないかな。原監督は代打の切り札として使っていくんじゃないかな。ソフトバンクで中軸を打っていた頃のようなパフォーマンスはできないかもしれないけど、若手がちょっとおかしいぞって時に、ポッと出た時に結果を残してくれるような感じがする。と、松田選手の加入によってチームが良い方向に向かっていくのではないかと語りました。巨人に加入することが決まった際の記者会見では、まだまだ若く、熱く、元気に、これをモットーにプレーしたい、と熱い思いを口にした松田選手。そんな松田選手に対し原監督も、サブプレイヤーとしてジャイアンツに来た気持ちはさらさらないはず、とレギュラー争いをしてくれることを要望。すると松田選手は、とにかく試合に出て貢献したい、どこでも守れるように、と外野守備にも意欲を見せました。かつてメジャーリーグに移籍を試みた際には、自身をサードのレギュラーとして獲得してくれるチームがなかったことを理由に断念した過去もある松田選手。今回、外野守備に挑戦するということは、そうしたこだわりやプライドをかなぐり捨てて巨人で戦い抜くことの、
決意の表れとも取ることができます。大ベテランとなった選手を獲得することは、若手の育成機会を阻害するという見方も確かにあります。しかしそれを乗り越えて、レギュラーを取ってこそ、本当の実力というもの。巨人という戦力充実の強豪チームにおいて、若手に下駄を履かせるような行為は不要です。むしろ少ないチャンスを生かす勝負強さがなければ、レギュラーとして活躍し続けるのは難しいかもしれません。その意味では、松田選手という壁を乗り越えることは、レギュラー獲得を目指す若手にとって必須にして最高の成長機会とも捉えられます。そうした若手の挑戦を松田選手も受けて立ち、その素晴らしい経験と熱いハートを巨人のこれからを担う若手選手たちに伝えていってくれることでしょう。果たして松田選手は巨人に加入してどのような結果を残すのか。多くの野球評論家たちに期待されているムードメーカーや若手のお手本的ポジションにとどまらず、自ら選手としてもう一花咲かせることができるのか注目です。